みんな大好きラーメン山岡屋。もちろん私食べるトミーもそのうちの一人でございまして、つい先日やっと初めて特製味噌ラーメン食べたんです。その衝撃、いやー美味しかった。で今度は期間限定商品を食べます。その名も鬼煮干しラーメン。ん？なんぞや鬼とは。そう、今回も食べる山岡屋スタートです。ということで今回の舞台はラーメン山岡屋成田飯中店。最寄り駅は京成神津の森駅から徒歩13分ぐらいです。近くには成田空港があります。さあ今回食す鬼煮干しラーメンとは、さあどうですか。パッと見の初見、これ青ネギの青さがまぶしいんです。色味がいいんです。さあ下の方を見ていくと、そう茶色のもの、これメンマ、それからチャーシューがあります。さあそのチャーシューの上の部分に行くと、そうです、玉ねぎ、刻み玉ねぎがあるんです。シャキシャキ感が楽しめそうです。いやこれは楽しみ。そして特製餃子も頼みました。これセットで頼むと20円安いです。さあそれではスープからいただきます。うん、するとどうですか。喉越しが良くないんです。そう良くない、その理由、これドロッドロなんです。もう味も濃厚、口当たりも濃厚。鬼煮干し、鬼だわ、鬼退治しないとこりゃ、うん、もうこのドロドロがすごい、ドロインパクト早いよ、早い早い。でもそんくらいのインパクト、衝撃的です。さあ麺食べます。麺は固めで注文しました。さあどうなのこれ、スープがこんなにドロドロだと思わなかったからね。麺型じゃない方がもっと絡まる気がするんだけど、うん、でも美味しいよ、ちゃんとドロドロさ味わえる、うん、麺に絡みつくというか、もうね、そう上からかける、これ泥パック食い、そうもう泥のようなスープだから泥パック、いいでしょ、うん、いやすごい強烈、でもうまいよ、煮干し臭くもない、いい。さあトッピングを食べましょう。そのトッピング、先ほどありました玉ねぎ、これ刻んであります。湯通ししていない玉ねぎは辛みが味わえますからね。そのシャキシャキ感を口の中に残ったまま麺を入れる、一緒に混ざる、いや美味しい、いいよ。さあ今度は青ネギどうですか、麺と一緒に食べます。もうスープの中に絡んじゃって混ざってます、一緒に食べる、うん、これもいいね、いいよいいよ。さあ続いてチャーシューもあります。そう山岡屋のチャーシューは甘みがほんわりとあるんです。さあ口に入れて噛むとその甘みがじわじわって出てくるんですね。もうこれ毎度おなじみです。さあメンマ、今回はトッピング追加しませんでした。僕メンマ好きなんだけどね。そのメンマレンゲでパクッと一口で食べちゃいました。さあ山岡屋の餃子初めて食べます。そう見た目は普通ですよね、特にプリッとしてるわけでもないし、もう王道な形大きさだと思います。さあその餃子、ラー油、醤油、お酢、もうこのタレも王道です、つけて食べます。するとどうですか。うん、この餃子ね特別インパクトありません。まあ例えばニンニクが強烈とか生姜が強烈とか、そういう感じじゃないんですね。非常に万人受けするような餃子だと思いました。そうこの餃子ラーメンと相性がいいんですね。さあ今度は食べてみたかったんです、山岡屋の TKG。 ほらどうだ、すごいよ、カツオが乗ってるよ、青ネギも乗ってる。さあそんな卵かけご飯 TKG、 まずは醤油かけます。これまあやっぱりね、醤油はかけないとね。醤油をかけたら箸を手にしてぐる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 ぐちゃ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 混ぜます。するとほらどうだ、黄色が大きくなったよ、黄色い幸せ、食べます、いただきます。するとどうなの、うん、これカツオの風味がうわーって口の中、口の周りに広がるんです。そしてこの卵かけご飯、口の中に残ったままさっきのスープ口に入れる、いやこれうまいじゃない、これねスープいいよ、もうね
なんだろう、ラーメンのスープというよりも卵かけご飯にセットでついてくるスープ見たくなっちゃった。相性いい。さあ見て、美味しそうな黄色してるよ。いやー、ほんと幸せ。山岡屋の TKG 注文してよかった。そしてこの鬼煮干しラーメンのスープとの相性抜群。なんじゃこれ。さあ卵かけご飯半分まで来ました。その TKG、 これ残ったスープに入れちゃいます。うん、やってみたかったんだ。うん、さあスパイス入れて旅に出るよ。まずは豆板醤、ニンニク、ラー油、お酢かけちゃいます。そしてぐちゃぐちゃに混ぜます。するとほら、どうなのこれ、リゾットだよ、リゾット。ん？ミラノか？ローマか？なんじゃこりゃ、幸せだわ。まるでイタリア料理食べてるみたい。うん、これはイタリアインパクトって言い過ぎかな。味が和風だよ、煮干しの味だよ。うん、あ、そうそう、ここ成田だった、成田だよ。まあそんなことどうでもいいか。もうすっげえ満足。いやーすごい。ということで今回初めて食べた期間限定商品、鬼煮干しラーメン TKG との相性、それを最後にリゾットにしたのも大満足。こいうま。なぜ煮干しラーメンに鬼がつくのか、まあ、一口食べたらですね、その理由が分かりました。スープの濃厚さはもちろんのこと、あのドロッドロッさ加減ね、もう別名ドロラーメンって言っていいと思います。すっごいインパクトありましたね。以前北海道の網走で食べたドロラーメンっていうのがあったんですけど、あの、まあ、もちろん味は違うんですけれども、あの時を思い出しましたよ。もうすっごいインパクトあります、ああいうスープは。そしてライスアレンジ TKG、 初めて山岡屋の卵かけご飯を注文したんですけれども、まあ、今回の鬼煮干しラーメンにも相性抜群。そして最後、ラー油、お酢、豆板醤、ニンニク、これ全部入れてかき混ぜて、そしてスープに入れておじや風にしちゃうっていう、もうあれ大正解。もうね、ほんと大満足。いやーよかった今日。それでは最後に一言いきます。山岡屋のラーメンを食べて心を豊かに、楽しかったでしょう。登録